テスト35、オリジネーター。アッダーアスタリスクにこそ称賛アスタリスクはあり。初天と大地の創生者アスタリスク。天使アスタリスクたちを、2枚、3枚、4枚と、翼を備えた御使いとされたお方。枯葉創造において、お望みのものを増やしたまう。本当にアッダーアスタリスクは、すべてのことがおできのお方である。アッダーアスタリスクが人々にご慈悲の一条を開き放てば、それを押しとどめることのできるものはいない。また、彼がそれを押しとどめるならば、彼を差し置いてそれを放つことのできるものはいない。枯葉威力並びないアスタリスクお方、英知あふれるアスタリスクお方であられる。人々よ、あなた方に対するアッダーアスタリスクの恩恵を思い起こすのだ。あなた方に天地から糧をお授けになるアッダーアスタリスクのほか、創造主があるというのか。彼の外に崇拝アスタリスクすべき、いかなるものもない。どうしてあなた方は、アッダーアスタリスクだけを崇拝アスタリスクすることから、背かされるのか。また、使徒アスタリスクよ、もし彼ら、不信仰者アスタリスクたち、があなたを嘘つき呼ばわりしたとしても、あなた以前の使徒アスタリスクたちも確かに、嘘つき呼ばわりされたのである。そして、来世では、アッダーアスタリスクにこそ物事は戻され、て、すべてのものはその報いを受け、るのだ。人々よ、本当にアッダーアスタリスクのお約束の一条は真実である。ならば決して、現世の生活があなた方を欺いたり、欺く者にがあなた方を、アッダーアスタリスクにおいて欺くことがあったりしてはならない。実にシャイターンアスタリスクは、あなた方にとっての敵なのである。ならば彼を、敵とせよ。本当に彼はその徒党を、彼らが、地獄の、劣化の仲間となるべく、名門へと、招くのである。の一条。不信仰に陥ったモノアスタリスクたち、彼らには厳しいと懲罰がある。そして信仰し、正しい行いアスタリスクを行う者たち、彼らにはお許しと大きな褒美がある。一体、自分の行いの悪がまばゆく見え、それを美しく思う者は、正しく導かれ、それを美しく思う者と同様だろうか。実にアッダーアスタリスクは、彼がお望みになる者を迷わされ、お望みになる者をお導きになるのだ。ならば、彼らの不信仰、への悲嘆ゆえ、あなたの一条自身を滅ぼしてはならない。本当にアッダーアスタリスクは、あなた方のなすことをご存知のお方なのだから。アッダーアスタリスクは、風を送られるお方。それ、風は雲を追いやり、我らアスタリスクはそれを死んだ土地へと引いていき、それの一条によって大地をその死後に息吹かせるに、復活の日アスタリスクの再生も同様なのだ。牽制を求めるものがあるならば、アッダーアスタリスクからそれを求めよの一条、アッダーアスタリスクにこそすべての威力が属するのだ。彼にこそ良き言葉は昇っていくのであり、正しい行いアスタリスクがそれを挙げるに。そして悪を策謀する者たち、彼らには厳しい懲罰があり、それらの者たちの策謀こそは、ご破産になるのだ。アッダーアスタリスクはあなた方、の父祖アダムアスタリスク、お土からの一条、そして、その子孫を、一滴の精液からお作りになりに、それからあなた方を夫婦とされた。また、いかなる女性も、彼がご存知になることなくしては、妊娠することも出産することもない。そして、長命者が長生きさせれることも、すべて書、守られし引いたアスタリスクの中に、あらかじめ記録されて、あるのだ。本当にそれはアッダーアスタリスクにとって、たやすいことなのである。また、不
二つの海は同様ではない。こちらは甘くて美味、飲むに喉越しが良く、こちらはしょっぱくて辛いというように。そしてそのいずれからも、あなた方は新鮮な肉を食べ、あなた方が身にまとう装飾品を取り出す。また、あなたはそこを、船が水を切り、立つつそう、布を見る。それは、あなた方が、彼のご恩寵から求めるためであり、そしてあなた方が、授かった恩恵に対し、アッターアスタリスクに、感謝するようにするためである。彼は夜を昼においでになり、また昼を夜においでになりの一条、太陽と月を仕えさせられた、その、いずれも、定められた時期、である復活の日アスタリスク、まで運行し続けるのである。そのお方がアッターアスタリスク、あなた方の主アスタリスク、彼にこそ、すべての、王権はある。そして彼らが、彼をよそに祈っている者たちは、薄皮にすら有してはいないのだ。人々よ、もし、あなた方が、アッターアスタリスクをよそに、彼らに祈っても、彼らにはあなた方の祈願が聞こえない。また、たとえ聞こえたとしても、彼らがあなた方に応じることはない。そして復活の日アスタリスク、彼らはあなた方のシルクアスタリスクを否定するのであるの一条。死とアスタリスクよ、誰も、すべてに、通行されるお方、アッターアスタリスク、のようには、あなたに、正しいことを、伝えることはないのだ。人々よ、あなた方は、アッターアスタリスクなしではいられない貧者であり、アッターアスタリスクは満ち足りておられるアスタリスクお方、称賛されるべきアスタリスクお方なのである。彼がお望みなら、あなた方を滅ぼされ、新たな創造物の一条をもたらされるのだ。そしてそれは、アッターアスタリスクにとって難しいことなどではない。また、罪の重荷を背負う者は、他の者が犯した罪の重荷まで背負うことはない。そして、もし、罪の重荷を背負わされた者が、他人に、それを背負ってくれるように頼んでも、そこから少しも背負ってもらえることはない。たとえ、それが近親者であったとしても、そうなのである、死とアスタリスクよ、あなたは、まだ見ぬままに自分たちの主アスタリスクを恐れの一条、礼拝を遵守アスタリスクする者たちにこそ、有効な、警告をするのだ。自らを務めて清める者には、清めることで自分を益するに外ならない。そしてアッターアスタリスクにこそ、すべての者の行き先はある。盲人と見る者は、同じではない。の一条。また、闇と光も、の一条。また、天国の陰と地獄の熱風も。そして、生者と死者の一条も、実にアッターアスタリスクは、彼がお望みになるものを、理解と許容の耳で、聞かせられるのであり、死とアスタリスクよ、あなたは墓の中にいる者の一条に聞かせるものではないのだ。あなたは、警告者に外ならないのだから。本当に我らアスタリスクはあなたを、吉報を伝える者、警告を告げる者の一条として、真理にと共に使わした。そして、警告者が出現しては、不信仰の結末を警告し、過ぎ去っていかなかった共同体など、ないのだ。そして、もし彼ら、シルクアスタリスクのと、があなたを嘘つき呼ばわりするならば、彼ら以前の者たちも確かに、死とアスタリスクたちを嘘つき呼ばわりしたのである。彼らの死とアスタリスクたちは、名称や書簡や明白な経典を携えて、彼らの元に到来した。それから我は、不信仰に陥った者アスタリスクたちを様々な懲罰で捕らえた。それで、彼らの行いに対する、我が否認はいかなるものだったか。の一条。
使徒アスタリスクよ、あなたはアッターアスタリスクが天から雨、水をお降らしになるのを見ないのか。そして我らアスタリスクはそれによって、様々な色の果実を生育させる。また山々のうちには、白や赤の、異なる色の、道、筋があり、漆黒のものもある。また人々や地を歩く生物、家畜のうちにも同様に、異なる色のものがある。アッターアスタリスクを恐れるのは、その僕たちのうち、アッターアスタリスクについて、知識ある者たちに外ならないの一条。本当にアッターアスタリスクは威力並びないアスタリスクお方、許し深いアスタリスクお方なのだ。本当にアッターアスタリスクの経典、クルアーンアスタリスク、王読唱詩の一条、礼拝を遵守アスタリスクし、我らアスタリスクが彼らに授けたものから、施しのために、密に、あらわに、費やすに者たちは、決してご破産になることのない取引産を望む者たち。それは、彼が彼らにその褒美を全うされ、その後恩寵から彼らに上乗せされるため。本当に彼は許し深いお方、よくいたわられるアスタリスクお方なのだから。使徒アスタリスクよ、我らアスタリスクあなたに下した経典、クルアーンアスタリスクは、それ以前のものの一条を確証する真理である。本当にアッターアスタリスクはその僕たちに対し、まさしく通行されるお方、よくご覧になられるお方。それから我らアスタリスクはその経典、クルアーンアスタリスクを、我らアスタリスクの僕のうちから、我らアスタリスクが選び抜いた者たちに受け継がせた。それで彼らのうちには、自らに対して不正アスタリスクを働く者もいるし、ほどほどの者もいるし、アッターアスタリスクのお許しとともに善へと急ぐ者の一条もいる。それにこそは、大いなる恩寵なのだ。とあの楽園、彼らはそこに入る。彼らはそこで金製の腕輪と真珠で飾り立てられ、そこでの彼らの衣服は絹なのである。の一条。彼らは、天国に入ったとき、こう、言う、私たちから悲しみの一条を消してくださったアッターアスタリスクに、称賛アスタリスクあれ。本当に我らが思うアスタリスクは、まさしく許し深いお方、よくいたわられるアスタリスクお方だ。枯葉、その後恩寵により、私たちを永住の世界、である天国、に住まわせてくださったお方。そこでは私たちに、いかなる消耗も及ぶことはなく、そこでは私たちに、いかなる疲労が及ぶこともない。また、不信仰に陥ったモノアスタリスクたち、彼らには地獄の豪華があり、死の採血を下されることで死ぬこともなく、その懲罰が軽減されることもない。同様に我らアスタリスクは、あらゆる不信仰この上ないものに報いるのだ。そして彼ら、不信仰者アスタリスクはそこで、叫びわめく、我らが思うアスタリスクよ、私たちを地獄から出してください。そうして、現世に戻してくださったら、私たちは自分たちが現世で言っていたのとは違う、正しい行いアスタリスクを行います。の一条、するとアッターアスタリスクは仰せられる、一体我らアスタリスクは、教訓を受ける者がそこにおいて教訓を受けるだけの十分な年月をあなた方に与えなかったのか。そしてあなた方のもとには警告者が到来したのでは。ならば地獄の懲罰を味わえ、不正アスタリスク者たちにはいかなる援助者もないのだから。本当にアッターアスタリスクは、諸天と大地の不可思の世界アスタリスクに関する知識をご存知のお方。身に彼は、胸の内にあるものをご存知であられる。人々よ、彼はあなた方を地上の継承者の一条とされたお方。
不信仰に陥ったモノアスタリスクは自分自身に対して、その不信仰の害がある。そして不信仰者アスタリスクたちの不信仰はその主アスタリスクの大元において、自分自身への憎悪しか上乗せすることがなく、不信仰者アスタリスクたちの不信仰は自分自身に、損失しか上乗せしないのだ。使徒アスタリスクよ、シルクアスタリスクのいたずらに、言ってやれ、言ってみよ、あなた方がアッターアスタリスクをよそに祈っている、あなた方がアッターアスタリスクの同意者たち、として崇拝アスタリスクしているものについて。彼らが地上で何を創造したのか、私に見せてみよ。いや、一体彼らには、書店の創造における、アッターアスタリスクへの加担があるというのか。いや、一体我らアスタリスクが彼らに経典を与え、彼らがそれによる名称の一条に基づいているとでも。いや、不正アスタリスク者たちは互いに偽りしか約束することがない。実にアッターアスタリスクは書店と大地を、それらが崩れ落ちないよう、お支えになる。そして、もしもそれらが崩れ去ったならば、彼の後、いかなる者もそれらを支えられない。本当に彼はもとより、寛大なアスタリスクお方、許し深いお方である。彼ら、不信仰者アスタリスクは躍起になって、アッターアスタリスクにかけて誓った。もしも自分たちのもとに警告者が到来したならば、自分たちは必ずや、数々の民の一条のいずれよりも導かれたものとなる、と。だが彼らのもとに警告者、預言者アスタリスク・ムハンマド・アスタリスクが到来したとき、それは彼らに対し、不信理から離れ去ることに拍車をかけただけだった。地上でおごり高ぶり、悪の策謀を望みつつ。悪の策謀は、そのもの自身を包囲するだけだというのに。そして彼らは、昔の人々の摂理の一条を持っているだけなのか、ともあれ、あなたはアッターアスタリスクの摂理に変更を見出すこともなく、アッターアスタリスクの摂理に二転移を見出すこともないのだ。そして彼ら、不信仰者アスタリスクは地上を旅し、彼らよりも力強かった、彼ら以前の不信仰者アスタリスクたちの結末がいかなるものだったかを見てみないのか。アッターアスタリスクはもとより、書店においても大地においても、いかなるものも彼の懲罰から逃れようもないお方。本当に彼はもとより、全知者、全能者なのだ。もしアッターアスタリスクが人々を彼らが稼いだものの一条ゆえにお咎めになれば、枯葉、大地の、その表面に、いかなる生物も残してはおかなかっただろうに。しかし彼は、彼らの懲罰を定められた時まで遅らせたまうのだ。そして彼らの懲罰の時が来たら、枯葉彼らを罰したまう。本当にアッターアスタリスクはもとより、その僕たちをよくご覧になるお方。